後ろに見えるのが天空です。今からケーブルに乗って高野山まで行きたいと思います。今から、このケーブルに乗って高野山まで登りたいと思います。先頭です。皆様お待たせいたしました。新婚日朝の聖地世界遺産高野山にお越しくださいましてありがとうございます。このケーブルカーは標高867メートルの高野山駅までの急勾配をおよそ5分で運転しております。この勾配は途中までは15度程度ですが、高野山駅に近づくにつれ30度とさらにきつくなってまいります。Bienvenue au Mont Koya, siège de la secte bouddhiste Shingon et patrimoine mondial de l'humanité. Il faut 5 minutes pour rejoindre la gare du Mont Koya. Koya-san の駅に到着しました。ここです。今からこの天空に乗って極楽橋駅から橋本駅まで行ってみたいと思います。この列車は高野山へ旅する特急列車天空という列車です。和歌山の橋本駅から極楽橋までの駅 19.8km を運行しています。でその間には24つトンネルがあるのでその中をくぐっていきます。であと、今私が座ってる席もちょっと変わってるなとお気づきかもしれませんが、たくさんの、変わってる座席があります。ここが一応私の中でメインで一番いい席だと思ってるんですけども、今から、その各座席を紹介していきたいと思います。ここが、極楽橋までに行くのに一番先頭になる場所です。今は反対に向かってるので後ろ向きになってますけどね。ここは鉄道マニアの人はぜひ座りたい場所なんじゃないでしょうか。ここが、座席から離れて自由に座ったり喋ったり外の景色を見たりできるフリースペースになります。この、和式のところと、あと前にはこのテーブルもあります。 いつもはねここに今到着しちゃってるので消えてますけども、ここで高野山の見どころなどがたくさん流れてますので、ここもついている時にぜひ見てみてください。4人掛けのコンパートメント座席になっています。でここの席はねこの大きい窓とあと下にも窓があります。でここから谷間が見下ろせると思います。さっき座ってたね椅子のシートの柄にもなっています。ここにも発見しました、モリアオガエル。皆さんも見つけてくださいね。ここが、外の景色を見ることができる展望デッキです。これはね開いてるのでちょっと顔とか手を出さないように気をつけてくださいね。ただ外の空気がそのまま中に流れ込んでくるので ここは癒しの空間だと思います。この席が、天空の中でちょっと特徴のある座席になってまして、ワンビュー座席なんですけども、
3つ窓が並んでて、でこの窓から紀の川や険しい山間の風景を一望することができます。全部ね、全ての椅子がこっち横に向いてるので、すごくゆったりと外の景色を眺めることができると思います。私の席はここです。今日は平日なのでかなり空いていると思います。今橋本に到着しました。この天空は中はすごくゆったりしてて、で窓が何よりも大きいので、電車に乗ってるっていう感覚より外の景色を眺めてゆっくりしてもいいと思いますよ。おすすめの電車なので、ぜひ一度乗ってみてください。